トレバーは牧師館の果樹園にすっかり馴染んでいた。エドワードが毎日会いに来てくれたが、何も仕事のない日もあった。ああ、僕はいつも忙しいのが好きなのにな。僕は特に子供のお供をするのが好きなんだよ。元気を出しなよ。トップアムハット教が君に仕事があるってさ。港の仕事だよ。今日トーマスが君を連れてってくれるよ。本当？やっほー、港か。海、子供、うわー素敵だろうな。トレバーは興奮した。エドワードはトレバーを貨車に乗せて乗り換え駅に向かった。トーマスは鉄骨を積んだ貨車を引いて港に向かう途中だった。堤防工事の材料を運んでいるのだ。やあトーマス。エドワードが声をかけた。彼はトレバー、僕の友達で牽引者なんだ。トーマスは疑わしげにトレバーを見た。え、何の車だって？牽引者だよ。トレバーが説明した。レールじゃなくて道路を走るんだ。港に連れてって。トップハムハット卿が仕事をくれるんだ。うん、いいよ、もちろん。でもトーマスはまだ面食らっていた。作業員がトレバーをトーマスの列車に連結し、出発の準備ができた。嬉しいな、トップハムハット卿に使ってもらえるなんて。トレバーがはしゃいでいる。僕時々何も仕事のない時があるんだ。本当は果樹園でも農場でもくず鉄置き場でも港でもどこでだって働けるのに。でも君はレールの上は走れないんだろ？僕は牽引者だからレールはそんなに必要じゃないんだ。今にわかるよ。港にはいろんなものが乱雑に置かれていた。脱線した貨車がレールを塞ぎ、重い石があちこちに転がっていた。さてまずこの杭を拾い集めよう。大事なものだからな。トーマスの機関士が言った。トレバー頼むぞ。オーケー、僕こういう仕事が好きなんだ。さあトーマス、牽引車にどんなことができるか見せてあげるよ。トレバーはその言葉通りよく働いた。杭を引っ張ってきては次々と積み上げていく。レールなんかいるもんか。トレバーは陽気につぶやく。しばらくしてトーマスがアニーとクララベルを連れてきた。トレバーに会わせるためだ。感激したよトレバー。牽引車がどんなに役立つものかよくわかったよ。トレバーはトーマスが連れてきた子供たちを乗せて港の広場を走り回った。子供たちは大喜び。トレバーも思う存分楽しんだ。トレバーって優しいわ。トーマスみたいね。お別れの時誰もが寂しがった。トーマスは連絡駅までトレバーを送った。トレバーは涙を浮かべた。トーマスは見ないふりをし勢いよく汽笛を鳴らした。また何度も会いに来るよ。果樹園の仕事もたくさんあるだろう。それにいつかまた港で君が必要になる時もあると思うよ。そうなるといいな。トレバーは今日一日のことをずっと思い浮かべた。トーマスのこと、港のこと、とりわけ子供たちのこと。そして幸せな気分に包まれながら果樹園の小屋で眠った。